はい、どうも、キツネです。お願いします。はい、キチポーズということで、本日5月19日、はい、対ヤクルト7対2完勝です。はい。はい、行きました。今日、ジャイアンツの方は負けて、カープが勝ったのかな？そうだよね。ジャイアンツ負けてカープ勝ったから、2位がカープですね。タイガース2位カープ 1.5 ゲーム差、3位巨人2ゲーム差になりました。はい。ありがとうございます。中盤以降はもう本当に特に危なげなく、まあ久々にね、なんか、ゆっくり、なんか楽しんで見れたかなっていう感じはします。今日は。はい。いやー、最近ナイスピッチング。まあ、やっぱり雨の影響もあって、初回は、ね、ちょっとまあ、初回に点取られちゃいましたけども、見事な修正。そして、セリーグ最多勝5勝目、5勝1敗です、最近。防御率ちょっと何かちょっと確認しないんだけど、まあ2点台でしょ？これオールスター選ばれたら、まあ選ばれると思うけど、これマジで先発あると思うわ、オールスター。先発ピッチャー。あると思うけどね。まあ去年はね、村上が、まあ、オールスターで先発して、まあ打たれてなんか、まあね、タイガースの選手が、タイガースがちょっと炎上しましたけどもね。なんか、パリーグにボロ負けして、はい。いやー、まあ最近マジでいきますね、これは。うん。なんだろうな、今日は、まあ打順がまあいろいろ言いたいことはありますけど、まあ、打順がね戻りましたね。なんといっても1番近本、やっぱ1番近本がいいね。やっぱ1番近本、2番中野、3番森下で、5番に、鍋亮で、6番ノイジーというね。でショートに木浪でしたけども、木浪も本当ここのところ、まああんま調子戻ってなかったけど、今日の感じ的には、めっちゃ良かったけどね。今日マルチ、2安打、3打点、満塁男、満塁でもしっかりタイムリー打ちましたし、犠牲フライもね、めちゃくちゃいい当たり、もう、あわや、もうライトオーバーになりそうな当たり。なんか当たりが戻ってきてるから、まあ、そのうち成績も上昇するんだろうなっていう感じはしますね。まあでも引き続きちょっと小畑も頑張ってほしいけど、うん。まあ小畑は今年はレギュラー取る最大のチャンスと思うしね。なんかそこで切磋琢磨して、なんか2人とも数字上げていけばいいなっていうふうに思いますけども、今日はノイジー猛打賞。はい、ノイジー猛打賞にファインプレー付き、うん、ギリギリの打球をスライディングだね、スライディングしてポーンって跳ねたけど右手でキャッチ。ノイジーは本当に守備範囲はね広いっていうイメージないけど、やっぱり自分の守備範囲以内ではやっぱりなんかポカしないね。うん、本当に、いやーうん、これだったらマノイジーずっと疲れ続けるなっていう感じはありつつ、まあ、鍋亮は今日1安打、最後の打席に打ちましたけども、本当になんか打つな、うん、岡田監督と相性いいのかな、わかんないけど、4割打ってるし、まだ打席数少ないけど、はい。まあ、どういう使われ方するのかなって感じですね。まあ、今日は、ね、原口がね、しっかり代打で、打点付きのヒット打って、もう、まあ、糸原に対しての代打の代打、ピッチャー勝った代打の代打でしたけども、原口ほんとよう打つな。いや、これ今年、タイガース代打成功率がめちゃくちゃ高くて、まあね、去年交流戦で、指名打者の打率が一番低かったのは確かタイガースだったんだよね。俺の記憶が正しければ。うん。だけど今年は本当に期待できるね。
糸原もいいし原口もいいし、うん、まあね、まあ外野争いも激しいですから、まあまあ森下、ノイジー、井上、前川の中で誰がね指名打者になってもいいし、まあでもね糸原と原口今年結構まあ調子いいっていうか、調子いい理由の一つの要因としてはやっぱりね前川だと思うな。俺は前川が前川がね本当に前川がね調子いいっていうのがやっぱり、まあ、前川は調子良くてもスタメンに入れないという中で、まあ、代打起用されるっていう状態が続いてて、やっぱり糸原も原口も前川打ってるからっていうのでちょっとまあ火ついてる感は、まあ、あるのかなっていう、まあ、個人的なまあ感想ですけどもね、うん、まああるのかなっていうふうには、個人的にまあ思ってはいます。はい、まあね本当はまあもう本当あと大山とテルだけ、まあ今タイガース現状首位だけどなんか首位っていう感じないね、チーム状態がいいっていう感じは全くないけど、本当に大山とテルが打ち出したら本当に独走状態入るんじゃないかなっていう風に、うん、止められるチームいないでしょっていう風に思いますけどもね、うん、思います。はい、そして岡田監督、タイガース監督500勝おめでとうございます。はい、おめでとうございますということで、まああとなんだろうな、すごいセリーグはね、1位から6位まで5ゲーム差、パリーグの方は1位から2位ソフトバンク日ハムのゲーム差で6ゲームあるからね、いやすごいね、まあ見てて楽しいっすね、うん、まあ 1.5 ゲームなんて合ってないようなもんなんで、はい、そしてね、なんだろうな、あと言おうとしたことあんの、あ、そう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 、ゲラ、まあ僕あったけど、ゲラなんかめっちゃ繊細っすね、なんか、こないだの神宮の時、神宮の時、それも雨降ってた時も、なんか足元気にしだし、なんか雨の日はちょっと苦手なのかなっていう感じもいやしましたね。まあ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 意外と、でも雨の日でも抑えてるよね。下か土か、土が柔らかいのが苦手なのかな、マウンドが柔らかいのが苦手なのかな、うん、っていうふうに思いますけども、まあようやってくれてるんで、はい、そこに関しては1ミリの文句はありませんということで、まあ今日はね、ハマチの久々の登板も見れましたし、うん、良かったかなというふうに思います。はい、皆さんオールスター投票始まっておりますね。誰に投票しましたか、毎日投票できるんでね、皆様の推しの選手を投票して、基調的にはちょっとパリーグタマル、吉織姫ちゃんがね推しているタマルがね、セカンドでノミネートされているということに、吉代はかなりびっくりしたんですけども、ノミネートされてるんでぜひぜひ、投票の方お願いしますということで、タマルをオールスターで見たいということでね、今日の動画は以上になります。あさって村上ですね、ローテ的には。いやー村上ね、前回いい登板したけど勝ちつけれてあげてないんでね、火曜日ね、しっかり勝って、はい、また皆様お会いしましょう。ありがとうございました。チャンネル登録してほしい。